最初に言っておくけど、気持ちの面で評価して。何よ、可愛い生物。はい、これ返品は効かないから。そう、バレンタイン嬉しかったし、俺君と手つなぎたい。いい？なんか、うん、もっと可愛く言って。二人きりだ。お、ちょっと顔赤くなった？あ、俺またドキドキしてきた。また？大丈夫？うん、大丈夫。俺君といると時々なるんだよ、これ。どうやら恋愛感情が原因。お前直接言うな。そんなにびっくりした？でも本当、隠してもしょうがないから。お前それもう、これもうお前もう、いや、終わっ、もうエンディング迎えても よくない。お前もう告白してんじゃん。もう恋愛感情があるって言ってるじゃん。これは私好みじゃないな。もう明らかすぎて。どうしたの？私はもっと照れくさい、照れやんなのがいいな。ああいうのよく来るのか。また彼氏ずらしに来た。なあ、お前バイト変えろよ。お前彼氏気取りも、ちょっと。お前また付き合ってないぞ。ちゃんと分かってんのか。たく。ん？え？おかしくね？主人公の顔ほぼ出てるやん。いやー、昔の GS1 ならこんなないのな、もうほぼこんなスチール絶対ないよな。普段の喋りはいいんだけど、多分あまり照れないだな。照れないな。なんか思ったより。わからないけど。いや、矢之助も照れなそう。みんな照れなそう。無理は厳禁。今日はおとなしく帰ること。めっちゃ乙女系じゃん。乙女系だけどさ。ああ、ときめももこういうのは、まあ結構 GS3 から結構こういう感じになったんだけど、主人公夫婦しか言わんやん。ドキッとしたんだ。お前自分で冷静に分析できるじゃん。もう冷静に分析しすぎて照れがない、なくて、ちょっと、え？あの、見たことないところに来たんやが、思いがの積もるこの場所で、これは完全に違う。あの、私今回全く陸上部のグラウンドで思いを、積もったか、もう全くそういう記憶がない。思いは積もってないよ、全然。これはまた、どこにも行かないでよ。これいい。これ合格。やっぱりこのウケな感じが好き。行かないでが好き。いやー、もう二度とダメだ、話さないから。ほら、乙女系のキャラで話さないとかすぐ言う。超恥ずかしいわ。それが見たかった。あっちの効果なしか。あっち？レモングラスの成分は惚れ薬としての効果もあるとかないとか。お前、いや、お前やったな。君が俺のこと好きにならないかなって。いや、お前やっぱりオープン野郎だな。こんなこと普通なんか口に出して言う。あ、いや、なんでもない、なんでもないみたいな。で、主人公は心の中で、え、あの、そうか、あの、な、あの、惚れ薬の成分もあるって聞いたことあるって。で、主人公だけが気づくみたいな、そういうくらいの方がいいんじゃない。でも本当はそうじゃないんだね。本当はもうフルオープン状態。じゃあもっと俺の顔見といてよ。効果が長続きするようにさ、これからもずっと。お前、この言ってる内容があれだから、いくらここで責任しても、これはもうこうだぞ、私的に。普通に言ってるのに、ただ顔が赤くなっただけじゃダメじゃん。よし、胸のところから。もっと触ってもええよ。めっちゃウケ。お互いに好意がある証拠でしょ？ほら、お前直接言うもん。あ、
どないしたん？こういうの、とにかくこういう反応が欲しい。照れる反応が欲しい。ストップ、もうおしまい。こうなってんだけど、いきなり冷静になるだろう、どうせ。うん、わかった。ほら、この感情は君に対する恋愛感情が起因してるんだろうな。出た、なんだよこのフルオープン小僧。乳搾りイベントそんなに好きじゃないんだよな、ね、ちょっと言い表せないんだけど、なんか嫌な感じがあるんだよな、あれ。どうにかなりそうだよ。あれなら もう本当のようにもうオープンした方がいいよ、むしろ。あれはなんかニヤニヤされる感じは私嫌だな。信長様の命、誰かがやらなければならない。主人公か、つまり主人公ってこと。主人公出すなよ、いくらカツラでもさ。これでも君に見せてない俺いないよ。そのセリフ、お前これフルオープン宣言だな。本当に綺麗だね、俺のために来てくれてありがとう。ごめん、私そういうの燃えないから。お前照れてないからな、もっと顔を明るめながら言わねえと。あが、こんなん告白やんか。いや、それお前これ照れながら言うのポイント高いぞ。卒業できるんだ、留年じゃなくて。お前学年1位のわしに何を言ってる。あ、卒業おめでとう。その彼氏気取りな喋り方やめろ。だから来て。あれ、なんで屋上。うん、ここがいい。ここで君にいろいろ聞いてもらったし。あら、え、マジでいろいろ聞いてもらってないよ、これ。思いの積もるこの場所って言ってるけど、全然積もってないよ。ドキッと食事を作りに行くんだ。で、気配りゼロかもしれないじゃないか。風間くん、もえ、お、風間のスチームイベントってこういうのしかないの？絶対主人公運動音痴なの？もっと受け気出さないと。好きにしろ。でも、このキャラ多分こういう感じのが好きな人向けのキャラだもんな。こういうキャラを攻めるためには主人公がもっと強い主人公、もっと。わ、そこはダメ。ノーだ。もっとリードしなきゃダメだけど。どうせこの主人公じゃ無理だもんな。他のやつにされるくらいなら好きにしてくれ。ほら、女攻め的にも結構いいセリフ。例えば主人公があの S の趣味を持っている場合、あの他の人をいじめるのはダメだけど、いじめるなら俺にしてくれみたいな、そういうセリフ言いそうじゃん、風間。だから風間って一応なんか可能性あるんだけどな。でも女攻めは主人公が全てだから、主人公のあの腕次第だから、この主人公がちゃんとしないと女攻めな展開にならないもんな。襲われたいわけやば。やっぱり襲われたいって言ってるな。それはちょっと下げさせてもらう。待て、そのセリフはさすがに下げる。あの約束守ってんだろうな。いや、先週触ってきたぞ、奈良を。俺だってすごく我慢してんの。わかる？どんどん私の好みじゃない方向行くな、この人。やっぱり大接近モードはやっぱり死のモードだな、女攻め中にとって、大体。もうしないようにする。それは、それで、なんか、物足りないっていうか。いやー、だから本当ね、可能性はあったんだよな。まあこれもちょっと M っぽいな。いや、今まで風間、今まで一番いいセリフ言ってるんじゃない。まさかの大接近モードで。怒り顔の女王様も可愛いぜ。私の地雷踏んだこいつ。このセリフ私の地雷踏んだ。もうローズクイーンになっても可愛いとか言われるんだ。女王でも可愛いとか一番聞きたくない。もうなんだよ。あ、このデート断ったから。つかさ、
またお前リョウ。リョウってなんか。そういえばさ、文化祭で着たウェディングドレスってどうするんだ？お前に見せたわけじゃないのにそういうイベントあんだ。本番まで預かってもらうのもいいんじゃね？お前それやりすぎ。もういい、気が済むまでやれよ。お前その路線ならいいよ。受け身に徹するなら高評価だぞ。今までの仕返しだ。じゃあな。まあ乙女系だよな。七つ森も本田もやっぱりその中核状態のあの二人の方が私好みになるかもしれない。今はもう間抜けな七つ森実じゃない。いや申し訳ないけど、私は中学時代の間抜けな七つ森実の方に興味があるな。顔真っ赤、恥ずかしいの？ドキドキしてんの？うわぁ、私が攻略対象に言われたいセリフだ。主人公が言うのはダメだ。主人公意地悪だ。先輩、例えば私祈りに、先輩意地悪だって言われたらもう興奮するわ。でも主人公が言ったら私萎えるわ。なんでだよ。好き状態なのに、七つ森呼びダメなのかよ。おかしいだろ。七つ森別にいいじゃん。実るって感じじゃないもん。あんたにだけは、そう呼ばれたくないよ。何がだよ。頼む。じゃあ。でもどんな状態でもダメじゃん。あんたやっぱり可愛いね。まあ、可愛いって言われるのもな、まあ、でもこいつこの路線だしな。引っ込み思案の俺の背中を二人が押してくれた。お前が引っ込み思案。なんかさ、通常告白と全然セリフ違うよね。こいつ優遇されてね、セリフ全然違ったよね。他の、まあ、例えば、ダーホンとかは、あいつの大接近モードの時は、普通に狼だったし、どこが引っ込み思案だよ、あれ。まあ、あいつ襲うアピールもしたしな。襲われたいわけとか言ったし、あそこは私にとって一番なんか結構なんか、決定的なところだった。この中庭で氷室くんと、なんで氷室好き状態だからこういうイベントあるんだ。いや全然フラグ立てないのに。覚えてるよ。お前壁ドンなんかしちゃってマジでムカついたんだからね。お前両手ドンはちょっと、このゲームパラ萌え強すぎる。お前全然いつもって言うほどないよ。せっかくのスチールを2枠も壁ドンに費やされたんだな。どんな判断だよ、これ。もうやめてくれ。なんで、お前、もう壁ドンみんな大好きと思ったら大間違いだからな。もともと祈りはもっと可愛くなる可能性を秘めてたのに。こんな主人公じゃ、もう一周目の壁ドン回避は神だったな。あれが私にとっての新ルートだよ。だから新告白で呼び名はあんまり良くない。だって私にとって壁ドンがあるのは新じゃないもん。あれ壁ドンある方が新エンドと言われてもはーって感じ。親密度がエンディングに影響するのはちょっとな、めんどくさいよな。通常告白よりこっちの方が私好みだな。通常告白はいきなり結婚するとか言うし。俺たちはもう離れない。お前は俺のものだ。俺の全部だはいいけど、お前は俺のものだはもうド直球の地雷です。もう今私もすっごく昔から嫌いなセリフです。もう、お前、まず、ここまで鮮やかな地雷を踏むのか、お前は。この二人は、恋人じゃなくて、夫婦だから。な、いや、お前が乗るな。四人で行ったこともあった。え、あったっけ？見たことない汁出て、
うわ、この三人はなんかめちゃくちゃ主人公いじってくる感じが私の性癖と合わない。さっさ。それはまだ早いかな。じゃあお前もまだ早いよ。じゃあお前も高瀬さんって呼べよ。恋愛に奥手、そこだよ。結局、恋愛に奥手が一番の、いいところだよ。他のキャラなんかな、なんか高校生なのに慣れすぎ、みたいな。めっちゃ肉食系じゃん、みたいな。いじり肉だ。私もいじりたい。主人公の主人公じゃいじれないんだよな。え？まさか好き状態？友好状態？まあ、しかもイベントの中で、なんか、お前にはパーティーの他にも、いろいろなんか付き合ってもらったな、みたいな。なんかデートしてる前提で言ってるな。でも今回は先生とは一回もデートしてない。しかも課外授業も一回も行ったことない。でも、やっぱりそのセリフなんですね。これも完全に、おかしいよな。これアウトじゃない？もう、限界や。ちょ、結構いい感じだぞ。女攻め中的に。俺も君に触れたい。わあ、NG ワード来た。待ってや。あかんて。ごめんなさい。ごめんなさい。もう俺、ごめんや。さっきのごめんなさい好き。ああ、キスした時か。ちょ、いけすかねえな。恥じらいのないキャラはなかなか私好きにならないな。こいこい来る感じが私向きじゃないな。こいつずっとニコニコで、なんか、あんまり照れたり苦しんだりしないから、あんまりなんか、性癖に刺さらないんだよな。もっとドキドキしてみる？あかんて、そういうんは。俺は、育児なしやろか。さっきの反応良かったけど、このセリフを見て、あれ？いや違う違う、育児なしとかなんか私そういうの嫌いだからって初めて見た時は思ったね。え？そういうにもかっこよく返せる男になるべきやろか。絶対なるべきではない。お前はそういう担当じゃない。お前までそうだったら私はもうがっかりしたよ。お前には私かっこよく返す男大嫌いだから。もうまっきり言うけど、つまり他の人にとっては一番燃えるから。可愛い年下に逆に責められるのが大好きな人たくさんいるから。私には地雷だけど。大地くんはそのままでいいよとか、その一言くらい。主人公いつもなんかうるさく言うのに、ここの時だけ何も言わないんだ。この GS1 の森村咲也の時は、その時の主人公は咲也は今のままで十分みたいな、そういうこと言ったから。ほら、今がその時だ、主人公。ほら、何も言ってない。大地？つかさちゃん、堪忍な。俺、色恋事はめっちゃ奥手なんや。そこがいいんだよ。お前、このゲーム高校生なのに奥手なキャラ少なすぎ。お前が奥手じゃなかったらもう終わりだよ、このゲーム。なんか何を謝る必要がある？なんで男が奥手だと謝るの？そんなのいらないから。男だから奥手なのがダメとかそんなの絶対ないから。君の期待に応えられてへんことがあるかもしれへん。そんな期待はない。その期待を持ってる人は他のキャラに期待すればいい。お前がこのゲームの良心だよ、大事。待って、ほら主人公いつも今日はうるさく言う主人公が大事、てんてんてん。めっちゃ幸せな気分やね。もっと言うことあるやろ。主人公、俺ってめっちゃいやらしいんやろか。これめっちゃ可愛いじゃん。なんか開き直って、男はみんな狼やでとか、男がいやらしいのは当然みたいな、そういう態度されるのが嫌だから。そのなんかちょっとシュンとして、俺ってめっちゃいやらしいんやろうかみたいな、この感じはいい。